はーい、どもれです。今回ですね、こちらの第9回海賊祭グランドパーティーということで、前回と言いますかね、先ほどはね、ジューパで、攻略と言いますか、ちょっと試しにね、マッチしていったわけですけど、まあ次はね、斬撃パンを作っていたと思うんですけど、その斬撃パンをちょっと試しに、使っていきたいなと思ってます。まあということで編成を見ていくんですけど、まあ、前回紹介した編成と全く同じなんですけど、今回この斬撃パーをね、うまく使っていきたいなっていうところで、まあ、やっていこうかなと思ってます。で、まあ、リーダーはね、先ほどと同じ通り、ゾロを使いつつ、斬撃パーがどれぐらい、いい感じにいくかと、いい感じかっていうのをちょっと見ていきたいなと思ってますので、まあ、ぜひでも斬撃パー試したいよって方は参考にしてみてください。まあ、特別特攻とかでね、斬撃の速度とかも上がってますので多少、そのひいきはされてると思うんですけど、まあでもそれぐらいでどれぐらい、斬撃パーが通用するのかっていうのを見ていこうかなと思ってます。まあということで早速やっていきましょう。はい、ということでね、この方とやっていきましょう。まあファーストが、力属性ということで、まあ、こちらの、速属性を当てていきつつっていう感じですかね。で、中間には斬撃を使いつつっていう感じです。まあ、ということで、やっていきましょう。さあどうなるか、ここでどうなるかなんですけど、さあどうしてくれるか、どうしてくれるか、さあさあさあお願いしますよ。さあここはまあ勝てるでしょうというところ。あ、ちょっと倍速が遅くなってましたね。倍速にしていきましょう。さあ、まあこちらもエンハンスはかかりますし、うん、結構な火力は出るとは思うんですけどね。でまあ一応歌、強化された歌を使ってます。前回がちょっとね強化されてない歌を使っていってしまってたんですけど、まあ今回ちゃんと強化されて歌を使ってますので、多少は火力出しやすいかなっていう感じですね。さあさあさあ、はい、エンハンスかけつつ CT 上げて、はい、ロビン発動、ボコボコにしちゃってくださいと。しびれと防御、攻撃弾いいね、 20% 減らすの、ありがたい、普通にありがたい効果。さあここでシュガー、防御、攻撃、速度ダウン、デバフ効果が強い。さあで、あとはこちらの、ガンマナイフで、うえぐえぐ、今一番食らわなかった、えぐいね。さあさあ、まあキットはね耐久性がないのでかなり、ダメージが通るって感じですね。さあここでウタ使っていく、速攻しつつ、やっていくと。さあここでシャンクスで吹っ飛ぶかな、全員吹っ飛んでくださいな。オッケーオッケー、一体は吹っ飛んだね。うわ、ジャック来たか、ジャック嫌ですね。結構このダメージを減らしてくるの腹立つんですよね。 33% とか結構なダメージ減らしてきますかね。固定ダメージに攻撃いいね。やばい、防御効果無視でダメージくるよ。オッケー、危ない危ない、結構ギリ。さあここでロビン発動を、しびれからの、しびれかかってるのかこれ。お、意外とかかってる。しびれかけつつ、はい、ここでシュガーで、防御、まあ、デバフ効果かけつつ、ここで速攻がローであれば強い。誰だ今、あ、シャンクスか、シャンクスか、まあまあまあいいでしょう、シャンクスはいいと。でこれローでガンマネフで倒しちゃおう、もう OK それでいいのよ。あとは1対4 OK。 こんなところで GP バースを使うバカがいるってな。オップの結構みんなギリみんな結構 HP ギリだったな。あっぶねー、意外といいところで使ったのかもな、シャンクス。あ、シャンクスじゃない、ロジャー。さあということで、まあ結構ギリギリでしたけども、まあどうにか勝てましたね。さあ続いて斬撃パー、まあこれがどう通用するかですよね。ロジャーのニューゲートの必殺技がうまいこと発動してくれないと困るっていうところにはなってるんですけど、さあ、まあ、速度は上がってますんで多少はいいとは思うんですけど、さあまあ攻撃上昇はまあそこそこかかっているのかな、うん、そこそこエンハンスはかかっているかなと思いますと、さあどれぐらい通用するか、今のところまずいな今のところまずいな。ちょっと OK、 ダメージ減らしていき、攻撃アップしていく、はい、今のところちょっとまずいな。さあここでシャンクスダメージ減らしつつ、オーケーオーケー、いいよ、なんかちょっとまずいな、いけ、あ、待って、ロージャー&ニューゲート今使ってほしかったな、今のタイミングで。さあここでおでん発動、
固定に 2.5 倍のダメージが弱すぎる。ちょっと弱いな。まあ、相手の多分防御力が高すぎるっていうのもあるんだろうな。あの技属性なんで。防御弾からの攻撃、いやー通らないね、技属性なんで。最後ロジャーの一撃で倒すような状態ですよね。さあ、ここでコード封じ、うわきつ、そこでのそれはきついて、うわそこで GB バスを、うまいな。いやこっちも使うか、ちょっと飛ばすわ、ごめん。本当はロジャーのニューゲートの必殺を見たかったんですけど、一旦飛ばします。 OK、2体を飛ばしてくる。ロージャー来たか。意外とやだよね、ロージャーくんの。さ、うわ、ここで使ってくる。オッケー、うわ、意外と痛い固定ダメージ。うわ、キット、やめて、飛ばないでくれ。イグ、強い手、技属性。技属性、デバフかかってるはずだろ。ちょっと、斬撃パどうしろっつんだよ。斬撃パ、いや斬撃パどうしろって言うんだよ、本当にもう。斬撃パがうまいことハマってくんない。いや普通にロージャンのニューゲートをリーダーにした方がいいのかな、斬撃パの場合は。やっぱり、いやどうしたらいいかな、難しいな。なんかこれ今回あの斬撃パの強さを見るみたいな動画なんですけど、あの負けちゃいました、はい。負けた。斬撃パだけ負けた。いや斬撃パだけ負けたよ。いやでも10%結構いい形ですよね、先ほどの動画と、まあ、見ていただいたら分かると思うんですけど、結構いい感じにハマってくれている感はありますよね。さあここで、うわ赤犬やだな。さあここでおでん溜まって、必殺打っていく。 OKOK コード封じかけてる。ねえ、まあここで、うわ速攻来たか、まあいいでしょう。スピード、うわ嫌な攻撃、嫌な攻撃よ、ほんま言うて。さあ OKOK、さあ歌が来るけど、まあいいでしょう、歌は一旦見とこう。三次発動して多少エンハンス上げつつ攻撃でダメージ与えていく、いいでしょう。でゾロ使っていき、うん、OK でダメージ与えてくる。ここで使う、 OK、 ここで使って飛ばせないか、飛ばせないか。でもここで、いやおでん1体だけかい、1体だけかい。さあダメージくる、まあシビラはいいでしょう。いやせっかくカウンターだからな、うまいこと攻撃してほしいんだよな、ゾロに。挑発もかかってるはずなので普通にダメージは与えると思うんですけどね。必殺技はもうカウンター通らないので、そこがちょっとね嫌なとこですよね。まあでもこの分だと勝てそうですよね。まあ意外とこのジューパー、あの耐久性もあるので悪くないですよね。さあ、まあ、こっちも GP バストなくなってしまったんで、あとはもうこのキャラたちの必殺技にかかってるんですけど、 OK、 7000、強い、いいよ、サンジいいよ。さあここでゾロ、3000世界よ、3000世界。さあでここで、飛ばしていくと、まあ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 いい感じじゃないですか。まあルフィ&エースがちょっと飛んでしまったっていうのはあるんですけど、まあ、それ以外は全然不自由なく、やっぱジューパーは強いかなっていう感じですよね。本当はね、ルフィ&ヤマトを入れたいところなんですけど、まあ一旦まあこの編成でやっていきたいなと。まあ本当は今回斬撃パーの、あの強さを見るっていう動画だったと思うんですけど、全然斬撃パーが通用しない。本当に。なんで？いやまあ普通に多分レベル上限突破とかもされてませんですし、うん。レベル不足っていうのもあると思うんですけど、いやうまいことハマってくれなかったですよね。キエモンたちもまあ悪くないとは思っていたんですけど、うん、悪くない効果かなとは思ったんですけど、思ったようにね火力が出てくれなかったっていうとこですかね。
うーんっていう感じですか。はい、まあっていう感じで、まあ斬撃バーで、ね、また今度いい編成が見つかったらちょっと試していきたいなとは思ってるんですけど、まあとりあえずこの10番に関しては結構安定して勝てるかなと思いますので、ぜひともね皆さん持ってるよって方は試していただきたいなと思ってます。まあということで今回この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になった方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。